兵庫県を代表する郷土料理イカナゴの釘煮。生のイカナゴの稚魚を醤油、砂糖、生姜などで甘辛く煮た佃煮で、瀬戸内海沿岸地域では古くから作られています。煮上がった姿が錆びた釘が曲がったように見えることから釘煮と呼ばれているんですよ。そのイカナゴは海の栄養塩の低下により年々漁獲量が減り続け、令和4年の操業期間は大阪湾で7日間、播磨灘で19日間でした。兵庫県の漁獲量は平成14年頃までは1万5000トンから3万トン程度で大きく増減を繰り返していましたが、平成15年以降は1万トン程度で推移しており、平成29年以降は減少し2000トンを下回っています。そんなイカナゴがどんな姿で泳ぐのかなど生態はあまり知られていません。播磨灘で生息する生き物をたくさん飼育している姫路市立水族館にはそのイカナゴがいます。イカナゴは非常に細長い形をした魚で、下顎の方が突っ張っていて先が尖った形です。で、海水がよく入れ替わるような綺麗な砂地のところに生息しています。この近くでも明石のあたりに一大生息地があると言われています。そんなイカナゴの最大の特徴というべき生態がこの時期の水槽内で見ることができます。実はこの水槽には数千匹のイカナゴがいるんですけども、ちょうど今の時期夏ぐらいになって水温が上がってきますと、このようにですね砂の中に潜ってしまって姿が見えなくなってしまうんです。潜っている間はですねその潜る前に栄養を溜め込んでその栄養で冬まで生き延びることができます。で、冬になったらまた砂から出てきて産卵して、そしてまた夏になったら潜るっていうようなことを繰り返す。潜るっていうのがもう生活の中の一部なので、こういう綺麗な砂地がないと生きられないんです。イカナゴのようにですね減ってきている魚がこの瀬戸内海海でも非常に増えてきています。そういう魚がですねまた数が戻ってくるように、そういうような豊かな海にしていけたらなと思います。であと次世代に魚を残すような取り組みもすでにはしてはいるんですけども、さらにそれを進めていく必要があるんじゃないかなと思います。海と日本。